マがあるんですよね。そうなんですよ、うん、でその気になるテーマ発表しましょう。こちらです。この夏好きな人と海にデートに行くときの勝負さあということで登場していただきましょう。ウィゴープレス担当ののぼりさん、そしてナイロンジャパン編集長の戸川隆さんです。さあということでですね、このお二人からこの9人の中で最も今回のお題に適したスタイリングだったメンバーをですね発表していただきたいと思います。はい、では発表させていただきます。ベストウィゴーズは高橋みなみさんです。おめでとう。オレンジあげたい。ありがとうございます。ずるい。なんで、なんで、分かってくださると思ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。色合わせ似てる。あ、ほんとだ。私のファンの人がめっちゃ笑ってるんですよねどうでしょう、選ばれてみて。いや、本当に努力は必ず報われるって。ほらほらほら、思いました。こういう時に使うんじゃないですか。嬉しいです。とっても人生初の表彰で選ばれるっていう。いや、本当に嬉しかったです。ちょっと本当に嘘かと思いました。ドッキリかと思うぐらい衝撃的だったんですけど、私たちすごく洋服は大好きなので、ウィゴーズすごく行きますし、選んでいただくのでとても嬉しかったです。今日はおブスではないんです。よく知ってますね。まあね、 AKB48 ではちょっとずっとですね、おブスファッションだとかいじられていたんですけども、私20歳を皮切りですね、変わったんですよ本当に変わったんです。でもなかなかやっぱりそれも世間の方にね、知っていただくきっかけがなくて、ずっとひたすらに昔の私服をギャップがみたいな感じがあるんですけど、今日素敵な勝負いただけたということで、高橋君にこれおしゃれになればいいなと思われ変わっちゃいました。でも今日は可愛い。今日は可愛い。今日は可愛い。なんかいっぱいつけて頭から下はいいって言った今それでもちょっと多すぎて、半額中のおばさん誰が半額中のおばさんいい。さっき冗談でモデルって言ってたんですけど、もちろんやっぱり本業にされてる方はすごいストイックに